板谷峠、板谷峠とは、山形県南部の東三北六にある、大湯山脈を越える山形県、福島県境近くの峠のことである。標高は755メートルで、米沢藩の参近交帯路としても使われていた。板谷峠は、中央分水海にあり、東は、松川を経由する阿武熊川水系であり、西は、羽黒川を経由する最上川水系である。 板谷峠自身は、米沢市内の板谷集落、板谷駅付近と、大沢集落、大沢駅付近を決。イタヤ峠という言い方は、その単独の峠だけでなく、福島市と米沢市を結ぶ大宇山脈越えのルート全体を指すことがあり、特に鉄道の大宇本線沿いのルートを、北方の立子峠と区別して示すために用いられる。大雨本線。 板谷峠を挟む区間には、現在山形線の、相性ありは、鉄道敷設法による、第一基路線として1892年、明治25年から1893年、明治26年にかけ、計画の承認及び実地調査、測量が行われ、最初の工事区間となった福島庭坂間の着工からは、約5年の歳月をかけて1899年、 明治三十二年五月十五日に開通して以来、この峠の険しい地形でかつ、日本でも指折りの豪雪地帯と言い,い厳しい自然条件に苦しめられた。建設計画では、勾配や経路の異なる3つの案を検討し、その中でも当初は有力だったアップ都市は採用されなかったものの、約2 2トルにわたり、最大33パーミル。 1000メートルあたり33メートルの高低差、部分的には38パーミルの勾配、かつ半径300メートル前後の急曲線や19カ所のトンネルが連続して存在する線形となり、地形や予算上の制約からも峠の途中にある赤岩駅、板谷駅、峠駅、大沢駅の4駅は連続してのスイッチバック駅となった。このために本の鉄道では、 薄い峠や瀬の鉢と並ぶ難所として知られ、そのため古くから購買対策として補助機関車、補給、使用、後には遠く間の厳しい条件に対応した特殊設計の機関車を投入した。また、大羽本線は山形、秋田の両県や津軽地方と東京を結ぶ重要な輸送路であることから戦前より、急行列車や多くの貨物列車が運転されていたが、 板や峠の急行配は、急行列車といえども、低速運転になっただけでなく、途中のスイッチバック駅には通過線が存在しない、廃線であったことから、全列車各駅停車の運転を強いられた。また、スイッチバック駅は、校内の有効庁も余裕がなく、大型の蒸気機関車を導入した後も、列車の牽引定数は300トンに、制限されていた。 このため1949年昭和24年4月29日には周辺線区に先駆けて直流電化を実施、付随してトンネルの改修やスイッチバック駅を通過できるようにする改良工事を行ってスピードアップと牽員定数引上げが図られた。その後1968年昭和43年9月22日に東北本線や米沢駅北の区間と 電化方式を共通化するため交流に変更。同時に輸送力改善のため、庭坂赤岩間と大沢関根間を伏線化。さらに1970年昭和45年6月30日には赤岩板谷間。1971年昭和46年9月17日には板谷峠大沢間が伏線化され庭坂関根間の伏線化を完了した。 1961年、昭和36年により、東北本線、大宇本線でキ波80系による特急、翼の運転が始まった。翼は当初から福島米沢間で放棄として、電気機関車を連結しての運転が行われ、一時期は大出力機関を積んだ木波181系による単独運転となったが、過負荷運転による故障が続出したことから、 1975年、昭和50年に485系電車化されるまで、古希の連結が続けられた。また、寝台特急、明けぼのも1970年、昭和45年の運転開始から工述する、改め機構時により、運転経路が変更された1990年、平成2年までは一時期を除き電気機関車の10連運転で板谷峠を越えた。 1980年代に入ると在来線を標準機に改め機して新幹線との直通運転を行う新、在直通運転の構想が具体化。その第一陣として福島山形間の改め機工事が行われることになり、工事が本格化した1990年には、鉄道ファンなどには知られていた赤岩駅、板谷駅、峠駅、大沢駅の4駅のスイッチバックは相次いで、 廃止された駅はホームを本線上に移して存続している。このうち山形県内の3駅のスイッチバック以降は2007年に経済産業省が近代化産業遺産の第二人として認定している。1992年平成4年7月1日に板谷峠を挟む大尾本線の福島山形間はミニ新幹線の山形新幹線に組み込まれ、現在 普通列車は6往復となっている。薄い峠廃止後は,は JR の幹線で最も急勾配の区間となっている地方交通線では戦時買収路線である飯田線の沢渡り赤木間に40パーミル勾配がある。今でも連続する急カーブはスピードアップの妨げとなっており大雪、大雨時には運転の大きな障害となるため 山形県が設置した山形新幹線機能強化、検討委員会では、板や峠の下に長大トンネルを掘ってこの難所を解消することについても検討されているが、まだ具体化には至っていないとみられる。大正時代には3980型が試験的に使用されたほか、4110系の老朽化が深刻化した、戦中戦後の混乱期に9600型や B51、 ガタが入選したこともあった。板谷峠は、板谷と米沢を結ぶ板タ街道の峠である。2010年、平成22年2月現在の国土地理院の地形図では、板谷峠は、山形県道232号、板谷米沢停車場線から外れて、峠駅へ向かう道路上にあるが、その道は、米沢へ通じていない。上記の県道内に板谷峠があるという記述もある。 いずれにせよ、明治時代に、立子峠を通る道が改作され、万世王子、さらに自動車用に改良されて、以来、板や峠は、幹線道から外れた道筋となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。